セリーヌ・マリー・クローデット・ディオンは、カナダ出身の歌手。ホーリング・イントゥユーで最優秀アルバム賞、マイ・ハート・ウィル・ゴーンで最優秀レコード賞など、計5回のグラミー賞を受賞している。ニール・セン・ソウンド・スキャンの集計で、ディオンは、全米で2番目に売れた女性アーティストであり、ホーリング・イントゥユーと、レッツ・トーク・アバウト・ラブはいずれもアメリカ国内で、ダイヤモンドに認定されているか、 イギリスでは、売り上げが100万枚を超えるシングルが2枚ある、唯一の女性アーティストでもある。また、1995年のアルバム、フレンチアルバムは、フランス語アルバムとしては、史上最多売り上げ枚数を記録した。全世界におけるアルバム売り上げ枚数1億7500万枚を、上回った、直後の2004年、ディオンは、最多売り上げ枚数の女性アーティストを決める。 ワールドミュージックアワードでショパールダイヤモンド賞を受賞している。カナダ人歌手として史上最多売上記録を持つほか、全世界での総売上枚数は2億枚を超えており、世界の音楽史上最も売れたアーティストの一人でもある。ディオンが曲を発売するたび、その圧倒的な声量と技術的に卓越した歌唱力が主に評価される対象となっている。その音楽は、 ポップス、ロック、R&B、ソウルの他に、ゴスペル、クラシックなど幅広いジャンルに影響されていて、ファンや評論家には、ディオン自身の声、歌詞の持つ、本来の意味を歌い上げる能力などが高く評価、されている。もともと、フランス語が母語で、現在では、英語も達者となり、日常的に使用するが、自身が歌う曲の歌詞の言語としては、それら、英語、フランス語に加えて、 スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ラテン語、日本語、中国語と様々な言語の歌詞を歌いこなす。カナダ東部のケベック州はフランス系移民の多い地域であり、人々はフランス文化に誇りを持ち、フランス語を公用語としている。1968年、セリーヌデオンは、そのケベック州のシャルル・マーニュで、ミュージシャンの両親の下、14人兄弟姉妹の バ歯シとして生まれた。そして、両親の愛情をたっぷり受けて育った。幼少より、歌に、類まれな才能を発揮した。その才能を早くから見抜いたのが、ルネ・アンジェリルで、後に、ディオンの音楽マネージャー、そしてさらに後には、ディオンの夫となる人物である。アンジェリルは、ディオンの才能と歌声に惚れ込み、自分の自宅を抵当に入れてまでディオンのデビューアルバムの、 発売資金を調達するなどして尽力した。ディオンは様々なジャンルの音楽の影響を受け、12歳でプロとして歌うようになった。1980年代、1986年、1981年にフランス語で歌うファーストアルバムを発売。ファーストアルバム発売後、数多くのツアーの誘いがあったにもかかわらず、アンジェリルは この才能を潰すわけにはいかないという理由ですべての依頼を断った。1982年、第13回ヤマハ世界歌謡音楽祭出場のために初訪日資金賞を獲得した。1984年にはパリのオランピア劇場に最年少で出演。1980年代初頭に多くリリースしたフランス語アルバムに続き、1986年には CBS レコードカナダと契約した。1987年の8枚目のアルバム、インコグニートは地元ケベック州で大ヒットとなり、音楽関係者にその存在を知られるようになった。1988年のユーロビジョンソングコンテストでスイス代表として出場し、32年ぶりの優勝するなど、数多くの国際コンテストを総なめにした。 このようにして1980年代には国際的な認知を得始めていた。主にカナダで活動していた当時、ディオンは英語が全く話せず、英語での会話すらできなかった。つまりディオンはカナダフランス語しか話せなかったのであるが、その後に英語をもう勉強した。1990年代1998年、ワシントン DC にてディオンは、 最初の英語のアルバムのレコーディングのためにデイビッド・フォスターと共にロスアンジェルスに今日移した。ナオコの時点でディオンは LA に知り合いがただの一人もいない状態だった。1991年に初の英語アルバムユニゾンを発売し世界的スターへの道を歩み始める。1992年にはアルバムセリーヌ・ディオンを発売。 1991年の美女と野獣。1997年のタイタニックなど、数多くの映画にサウンドトラックを提供し、また1996年のアトランタオリンピックの開会式でパワーオブザドリームを歌った。1994年初の訪日公演。12月17日にアンジェリルと結婚。日本ではフジテレビの1995年のドラマ。 恋人世の主題歌に使われた2 Love You More が130万枚以上を売り上げる大ヒットとなった。この曲にはクライズラーカンパニーが参加した。1995年に発売されたフランス語、アルバムフレンチアルバムがフランス国内で400万枚を超える売り上げとなり歴代最高売り上げ記録となる。この功績により翌年百九十六年にフランス政府より 芸術文化勲章を授与される。1997年、2度目の来日公演、全国6都市10公演のアリーナツアー。1998年、ケベック国家勲章、カナダ勲章を受勲。1999年、3度目の来日公演、全国3都市5公演のドームツアー。ベストアルバム、ザ・ベリーベスト発売と同時に活動休止を発表。 1990年代には Because You Love d m e It's All Coming Back to Me Now や1997年公開の映画タイタニックの主題歌になった My Heart Will Go On の世界的大ヒットなどでディオンは英語圏、フランス語圏におけるポピュラーミュージック界の大御所となった。1990年代にはアンジェリルのマネージメントのもエピックレコードとの契約 英語アルバムや、それまでと同様に、フランス語アルバムのリリースを経て、世界的な名声を獲得し、ポップミュージックの歴史上最も成功したアーティストの一人となっていた。しかし、人気絶頂であった1999年、自身の出産や、癌を患っていた夫との時間を大切にしたいとの理由から、芸能活動の休止を発表した。2000年代2008年、 モントリオールにて2002年には活動を再開しアルバムアニューデイハズカムで復帰2003年からはネバダ州パラダイスのシーザーズパレスコロシアムにおいて専用の劇場賞を契約しニューデイ・ライブインラスベガスという定期公演を毎晩3年間にわたって継続したカナダウォークオブフェームとハリウッドウォークオブフェームの星2005年1月6日スターの名前を刻んだ ハリウッドウォークオブフェームに2244人目の仲間入りをした。この時の全世界でのセールスは1億5000万枚。2007年1月、アメリカの経済誌、フォーブスがエンターテインメント界で活躍する女性で、資産の多い女性トップ20を発表し、総資産303億円で第5位にランクインした。2007年11月7日、アルバム、テイキングチャンセーズを 日本先行でリリース。2008年2月14日から10年ぶりとなるワールドツアーテイキングチャンセズを行った。2008年には9年ぶりとなる4度目の来日公演を行った。2008年から現在に至るコンサートでは尊敬するクイーンのフレディ・マーキュリーへのトリビュートとしてウィ w i ルロックユー You と Show m u とを歌っている。 2010年代2012年2010年2月10日、ディオンのラスベガス長期コンサートが復活との発表がなされた。前回と同じくシーザーズパレスホテルの特設コロシアムにて約4ヶ月に及ぶロングラン公演。2011年3月15日より公演がスタート、したが1年以上前の2010年2月後半よりチケット販売が開始された。 2011年時点でシングルアルバム総売り上げは2億枚を超えており、ローリングストーンズやピンクフロイドといった大物アーティストと肩を並べるほどの実績を持っている。2012年、夫のルネ・アンジェリルと2014年11月11日から19日に5度目の訪日公演が予定されていたが、マネージャーでもある夫の看病や家族との時間に専念するため、 また、ディオン本人も喉に炎症が起きる病気をわずらい感知していなかったため、全公演中止となった。これに伴い、7月29日以降ラスベガスで予定されていた公演の無期限中止、アジアツアーの全日程も中止となった。2015年8月27日、ラスベガスのシーザーズパレスのショーから復帰。2016年1月14日に夫、 その2日後の16日には兄を亡くす。ディオンは歌手、ミュージシャンという自分の仕事に関して完璧主義者であり、アルバムの録音やコンサートは、もちろんのこと、デモ版の作成であれ、どのような場合も十分にリハーサルをし、練習を重ね、自身の最高のものを提供するとディオンの仕事関係者で、現マネジメント顧問は評した。両親の愛情をたっぷり受け育ち、 大家族で14人の兄弟姉妹で育ったために、ディオンは地に足がついているという。また、マネージャーで夫となったルネ・アンジェリルもそうした、地に足がついた価値観を共有しているという。すでに世界中でヒットを飛ばし、現在はアメリカでの活動が多いが、コンサートやショーでのバックバンドのメンバーは、ディオンの出身地であるカナダの人が多い。ディオンは、 ただ歌手というだけでなく、ネッからのミュージシャンだ、と1990年代からステージで一緒に活動しているベーシストのマーク・ランギスは評した。だから、ディオンは、ステージや世界ツアーで一緒に働く人々を、じっくりと時間をかけて選んでいるといい、1990年代から、ほぼ同じメンバーたちと共に活動しており、新入りのメンバーは、せいぜい数名にとどまるという、ありがとうございます。